So it goes without saying, I'm really excited to start this game. Let's get this done. Thank you for watching, and yeah, let's do this. ならキル。 Yeah.
邪魔だ、失せろ。
まだそんなところを這いずり回っているのか。グルフェース！お前が欲しいんだ。俺は欲しい。それだ。思い人は一人にする。お前は自分の戦をするんだろ。乱世ミッドランド王国とチューダー帝国は100年にも及ぶ長き戦いを繰り広げていた。戦を生業とする傭兵団は隆盛を極め、戦争は彼らのものとなっていた。ここにも戦に身を投じる傭兵が一人。首を上げた者には褒美は思いのままだぞ。工場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。でかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは見え張りたがるから。バカが、ぶっ殺されっぞ。この調子でぶった切っていくか。負けてらんないな。Come on!
するのだ。ここは命の張り所よ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。無様な戦はできぬぞ。兵とは違うのだ。今だ。敵はひるんだぞ。残らず殲滅せよ。
これでは近づけん。あの投石機を破壊するのだ。報酬上乗せしてほしいもんだぜ。まだ負けたわけではない。大したもんだ。中の者がやってくれたようだな。全軍城内へ突入せよ。まずいぞって、あの30人斬りの熊を素手で倒したという。どうした、頭を叩き割られた奴から前へ出ろ。あいつがあっちの稼ぎ頭か。勝負はここからぞ。よし、仕掛けるぞ。負けられるかよ。
まま終われるか。腰抜けどもが金玉が縮み上がっておるわ。何をしておる。奴を討ち取って名をあげんか。いくらだ。俺は傭兵だぜ。あんたらと違って名誉じゃ飯食えねえんだ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には銀貨10枚、いや7枚だぞ。せこい野郎だ。小僧、後悔するぞ。銀貨7枚でその頭を叩き落とされるんだからな。鉄の青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。クソ、いい気になりよって。へえ、すごい奴がいるもんだな。ねえグリフィス、あんたとどっちが強いかね。くだらないことを聞くな。グリフィスの方が強いに決まってるだろ。Yeah.
very fun.2ヶ月分と今回の報奨金だ。なあ、考え直す気はないのか。給料は3倍、士分に取り立ててもいいと言ってるんだぞ。あちらさんは俺たち傭兵にしてみりゃ夢みてえな話じゃねえか。夢食えんのかそいつは。よし、待て、地位も金も保証すると言ってるんだぞ。何の不満があるんだ。嫌いなんだよ、窮屈なのは。次、okay, so I'm gonna end this right now because I have to go pick up my cousin. So yeah, thanks for watching. And I'm gonna stream again later on today. So yeah, stay tuned for that. Anyways, see you guys. Yeah, maybe one day I'll have a slow pick. Anyways, later.